旧大島邸旧大島邸は、佐賀県唐津市に現存する、明治時代の住宅建築。旧、唐津銀行の創設者であった、同銀行取大島小太郎の邸宅として建てられた。現存する母屋は1893年頃の、完成とみられている。木造平屋の建物には、長谷川雪包の襖や茶室、広間等が配置されている。 唐津市立大師小学校の敷地拡張に伴って解体する予定であったが、保存を求める市民運動を受けて、移築保存に方針が変更され、2017年4月に移築された。唐津市では庭内を有料で公開しているほか、いくつかの部屋については、時間決めの料金による貸し出しも実施している。近隣には、唐津城、旧高取家住宅、唐津神社、 旧唐津銀行本店などが位置している。ABC 旧大島邸2017年10月27日、唐津市旧大島邸、一区復元23日オープン。佐賀新聞。http://www.saga-s.co.jp/.articles/.983112018 年1月14日閲覧。 旧大島邸の一区終了から津市南城内。佐賀新聞。http://www.saga-s.co.jp://articles//1021792018 年1月14日閲覧。ありがとうございます。